JR 東海が通勤型車両313系ロングシート車で急行列車を運転、急行見送るとは何なのか。2024年9月9日 JR 東海は鉄道ファンには衝撃的なプレスリリースを発表しました。その内容は身延線の市川大門駅が最寄りの市川公園で開催されるマウンテンバイクイベントに合わせて自転車を車内に持ち込めるサイクルトレイン急行列車見送るを運行するという内容で、運行区間はヤマハの工場が多く立ち2020年3月に開業した御厨駅から静岡県の中心地静岡駅を通り貨物列車のターミナルがある富士駅から身延線に入線、会場の最寄り駅の市川大門駅を結ぶ臨時列車で、ここまでは JR 東海あるあるの急行列車でもよく見る臨時列車に見えますが、使用車両は313系、しかもロングシート車で運行するとのことで、なぜロングシート車で運行なのか、その理由はサイクリングトレインのため自転車を持ち込めるようにしないといけなく、クロスシート車や特急型車両での運行だと自転車を車内に乗せることや固定ができないと判断し、313系ロングシート車での運行になったようですね。なお行き先表示器は臨時での運転になるようで、収録されているのかはわかりませんが、急行幕が見たかったですね。このイベント関連の他の臨時列車は甲府駅の一駅手前の中途半端な南甲府駅発の快速列車も設定されるようです。今回の動画は JR 東海が通勤型車両313系ロングシート車で急行列車を運転でした。チャンネル登録お願いします。